足の指は飛行姿勢の微調整で使ってるから下手に動かすとバランスが崩れちまう。かといって顔で力んでも意味ないし。何もできていないことを考えても時間の無駄だ。とりあえずやってみないと。彼は利口っすね。大概の問題はいいからやれよかやめちまえで肩がつくからね。お利口な科学者が随分と短絡的だな。まずはスタートラインに立たないと考えるべき本当の問題にすら気がつかない。問題ってのはやってみないとわからないから難しい問題なんすよ。そこはお前も俺たちヤクザモンと一緒なんだな。どうやって神門大隊長は炎を巧みに操っているんだ。どこかにそのヒントがあるはず。